拓也様。病に侵された人々が道を塞いでしまいました。ここから登るしかないようですね。どうしたらいい？杭が外れている。少し南に材木小屋がございます。そこに木槌があるはず。わかった。小屋には柱が潜んでおるやもしれません。お気をつけて。生命の魔獣開始採用、救急により治療。救急により治療。救急により治療。これで良いでしょう。さあ、今度はしっかり見ておりますゆえ。姉様たちは先へ行っているはず。私たちもさ、早く。
眉の中の虫は一体何を考えているのでしょうか。私思うのです、きっととてもとても長い夢を見ているのだと。同僚様。ああ、昨夜か。ずいぶんと遅かったではないか。途中病に侵された者どもに道を遮られました。それはそうと、ここもまずそうだな。ほれ、ガキなんぞが入り込む。昨夜私はここにいる。そなたに任せたぞ。父の記した書物、それを読めば何かわかるやもしれません。
救急により治療。